ちになるので、15分だけします。かたっ、え、待って、やばいやばいやばい、爪がやられた、みかんが硬すぎて。これはみかんではなくてデコポンですかってぐらい硬いんですけど、硬いんですけどパカン。みきゃんさん、みきゃんさんを食べます。やっぱり冬が近づいてくるとみきゃんを食べることが大切。え、給食のさ、みかんとかめっちゃ大好きだった。結構でかい。いただきます。うまー、うますぎーやろがい、うますぎやろがい。これでみかんの剥き方ね、涙袋、みかん風涙袋。待って、食べ物で遊んじゃダメってよく言われてきましたよね皆さん。みかんで作った涙袋です。危ない。みかんは半分にパカッて割って、まあ、むくのがいいらしいけど、今回は硬くてそのやり方ができなかったので、むくのにもう一回きました。この一粒がめっちゃでかいです。やっぱりなんかあんま果物ってちょっと高いじゃないですか。安い時にね買います。本当は毎日果物食べたい。いちご食べたい、牡蠣食べたい、りんご食べたい、シャインマスカット食べたい。農家の方、安く売ってください。いちごって野菜らしいよ。お菓子買うより安いかなと思って買います。おお、確かに確かにな、お菓子よりいいのかも。みかんの難点は
手がちょっと汚れることですかね。ぐらいじゃない。今日チークねオレンジなんです。可愛いですか。そうでもないですか。オレンジチーク。ん？怒ってるの？私だけみかんを食べたから怒ってるの？私って絶対イエベなんですよ。だからオレンジのチークの方が似合うのかな。わからないです。わからない。どうですか。でも公演の時はなんかピンクのチーク塗りたくなるんですよ。公演じゃない時のお仕事とかはオレンジ塗ったりすること多いですね。皆さんのお好みのチークの色は何色でしょうか。ぜひ教えてください。今日もファンファーレを鳴らすことはできません。悲しいです。ですが悲しいです。悲しいです。悲しくてニキビができちゃいました。ここに。恥ずかしいです。恥ずかしいとです。ひろしです。今日は2じゃないよの収録をしてきたんですけど、お相手は〇〇さんです。〇〇〇〇さんです。みみつです。今度教えます。ラブ&ベリーのアクキーを一つだけ買ったんですけど、ベリーちゃんのお洋服が出ました。嬉しいですが少し悲しいです。いや嬉しいです。ですが悲しいです。嬉しいです。ランダム系やっぱ私弱いんです。悲しいです。夢の中で会には出ないですか。初見さんありがとうございます。来てくれて。 SK48 チーム E の会にゃんこと池田楓です。24歳です。わおわお、来年25歳です。
あらびっくり。本当に四捨五入したら30歳になっちゃいます。にっこり。水金地下木土展開手が可愛い。だってイエーイ。12月1日手を見に来てください。握手会は完売したんですけど、トーク会はまだ無限に無限にあるので、待ってます。私の手を見に来てね見に来なさい。いいですか。あーお腹空いた。お腹が空いたらどっこいしょ。次の公演の髪型はツインテール。いつもツインテール。次の公演って言っても、次の公演がめっちゃ後っていうことに皆さんお気づきでしょうか。結構飽きます。皆さん寂しかろうに、おいらの公演の姿をおいらも寂しいです。日の当たる坂道も自転車で駆け上る。女性限定公演来る人来る人。直感っていいっつったって、人が持ってる方のおさん。まあね、いけない方もねいると思います。26日公演イエーイ。お楽しみに。お楽しみに。ゆうかさんの生誕だよね。なんかインスタ投稿しようかな。なんかね、最近ね投稿したいものがねたくさんあるんだ。割と
っという間に15分という時が流れました。ということで、おいどんは終わります。皆さん見てくれてありがとうございました。街中でラブ&ベリーを見かけた方は私までご連絡よろしくお願いします。生写真のお迎えとトーク会のトーク券のお迎えよろしくお願いします。短い間でした見てくれてありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。みんな大好きだよ。あ、すみません。